デート、ビズこんにちは、天羅万象、久保田雅です、えー、頭の上からカッと照りつける太陽が痛いほど感じるね季節なんですけども、えー、太陽は日常生活、毎日のリズムを作ってくれたりあるいは季節を演出する存在なんですけども天体として見るとなかなかこれ興味深い存在なんですねで、私は太陽望遠鏡などを使って太陽観測をしたり太陽撮影をするんですけども そういうものをしていて実感するのはああ太陽って生きているんだなということなんです回帰日食の際に太陽の周囲に広がるコロナ100万度を超える非常に高温の薄いガスの広がりですで太陽の磁力線に沿って細かい模様を描いていますよね で真ん中の黒い部分これ月なんですけどそこをちょっとよく見てくださいこの写真では地球からの照り返しで太陽の重なる月の部分にあの月のおなじみの模様がぼんやり浮かび上がっているのわかるでしょうかちょっと珍しい写真なんですこれは太陽面から噴出するプロミネンスというものです温度1万度の電離したガスプラズマですで h ァ線という水素の赤い光を強く出しているために 日本語では紅の炎と書いて公園とも呼んでいますそしてこちらの画像左側で輝いているのは太陽面での爆発フレアというものです規模は様々あるんですけど小さなものでも水素爆弾の1万倍ぐらい大きなフレアは最大級の水素爆弾の1億倍にもなるエネルギーを放出します太陽系の中で起こる最も激しい爆発現象なんですね 今見ていただいた太陽現象のうちですね、最近特に注目されているのが太陽フレアですで太陽系内でも最も激しい現象,現象であるこの太陽フレアについては、まあ、地球にも磁気嵐とかあるいは大規模な通信障害となる電離層のデリンジャー現象さらにはオーロラの活動との関連がもう20世紀の前半には分かっていましたでこのフレアのエネルギー源なんですけども太陽の磁力線にあると考えられています これは太陽を包み込む磁力線のシミュレーション CG なんですけども太陽全体を複雑に絡み合った磁力線が包み,、えー、包み込んでいることがわかります、まあ、同時に太陽の内部にも磁力線は走っています太陽の自転に伴ってその磁力線がだんだんねじれてそれが太陽面に浮き上がって断面が見えるところにあの黒点ができて よじれた磁力線が弾けて元に戻ろうとするときに大きなエネルギーを伴ったフレアが発生すると現在では考えられていますさてこちらは太陽面を水素の光で撮影した写真ですこれは太陽活動が活発だった2013年の写真なんですが一際白く輝いている部分黒点周辺の活動領域と呼ばれている部分でこういうところはフレアが起きやすい場所なんですね 太陽面に様々な模様が見えていますけど皆さんあの理科の実験で子供の頃実験した砂鉄を巻いた紙の下にこう磁石を当ててみたなんてことないでしょうかなんかそうすると砂鉄がえ模様を描きますよねあれ磁力線の模様なんですけどこう太陽面の模様もそれに非常に似ていますでこちらは一昨年撮影したものですけども中央にバラかカーネーションかなんか花のように見える磁力線模様が写っています そしてその真ん中あたりにちょっとにょろっと見えるくの字の形の影がありますがこれは吹き出すプロミネンスのシルエットでダークフィラメントと言いますさて最近ですね太陽フレアが人間の活動に与える影響への関心が非常に高まっていてある種の危機感さえ持たれています。それはなぜなぜんでしょうかと で人類の,です、ね、この活動生活インフラなどが今は高度に電子化されてきていますよねまたより太陽の影響を受ける大気圏の外には気象衛星とか通信衛星放送衛星とか地球観測を担った多数の人工衛星さらには人間が常駐する宇宙ステーションまでがある時代だからなんですねで太陽フレアが放出するのは電気を帯びた大量の粒子や強力な宇宙船ですえ放射線です 高度に電子化されてきた文明や宇宙空間にまで進出している人類にとってはこれはまさに大きな脅威になるというわけなんです国立研究開発法人情報通信研究機構 NICT という機関があります太陽活動や宇宙環境変動など宇宙天気の観測を行い刻々変わる現在の状況とその推移に関する情報提供をしている組織です NICT のまとめた資料をもとに太陽フレアによる地球への影響をちょっと CG にしてみました。でご覧のですねこの太陽と地球の距離は平均距離で1億4960万キロざっと1億5000万キロメートル地球から月までの400倍です。大きな黒点が現れるような太陽活動の活発な時期にはフレアがしばしば起きますけどもここでは特に大規模な太陽フレアが発生したことにしましょう。 フレアの発生は光の速度で地球に伝わってきますので、およそ8分19秒後に地球でもあフレアが起きたと感知されます。このとき、フレアとともに放出されたエネルギーの高い X 線などの放射線も光の速度でやってきますから、まあ、フレアが発生したとなったときには、すでに X 線やガンマ線はこちらに届いているんです。大気圏の外にいる有人宇宙船やステーションが昼の側にいると、 警告よりも早く放射線にさらされてしまうことになりますそしてフレアは高いエネルギー・高エネルギーの水素の原子核陽子を放出しますこれは早いときは30分で地球に到達しますこの高いエネルギーの粒子は地球の磁気圏にキャッチされて地球を取り巻く放射線体の放射線量を増加させる働きがあります これもまた地球周回軌道にいる宇宙飛行士には悪影響がありますし人工衛星のさまざまな機能を損なったりするんですさらに上空の電離層の密度に影響して短波通信ができなくなるといった影響も出ます。でフレアでは、コロナ質量放出、CME、 コロナルマスイジェクションという現象を伴うことが多くて宇宙空間に数億トンから数十億トンもの電離したガスプラズマを打ち出します NASA の太陽観測衛星が撮影したコロナ質量放出 CME の様子なんですが弾けるような感じですねねじれた磁力線が弾けるときにプラズマを宇宙空間に放出していますそして遠くの観測機からは太陽系空間にプラズマのガスが広がっていく様子が 映し出されていますこのコロナ質量放出は普段太陽から流れ出している粒子の流れいわゆる太陽風よりも速度もエネルギーも高くてこの質量放出が起きると太陽系空間の太陽風がかき乱されますこの太陽プラズマが地球の磁気圏に到達すると地球の磁力線に捉えられて地球の両極のつまり北極と南極の上,上層にですね流れ込んでいきます オーロラ活動が激しくなって、普段オーロラが見える高緯度だけではなく、日本のような中緯度あるいはもっと低緯度の空にも。現れたりするようになります。まあ、あの活発なオーロラ活動だけならいいんですけれども、地球を取り巻く。電離圏、熱圏、放射線帯を刺激して、さまざまな現象を引き起こします。電離層の変化で通信に障害が起きますし、地上の高圧線などに大きな電圧のパルスを引き起こします。 で変電設備などのブレーカーが作動して大規模な停電を起こしたり、送電設備などが焼き切れるといった障害が起きたりするんです。で、千九百八十九年に起きた大きめのフレアに伴う現象では、実際に北アメリカで大規模な停電が発生して大問題となりました。太陽フレアの規模というのは様々なんですけれども。 えー、エネルギーの規模が大きいものほど発生の頻度が小さいという点ではです、ね、これは地球上の地震の規模と発生頻度の関係にちょっと似ています。えー、フレアの規模は普通あの放出する X 線, X 線の強度で,です、ね、分類するんですけどもおおむね X 線の強度が10倍になると発生頻度は10分の1になります。まあ、特に今危惧されているのは100年に1度クラスの大規模なフレアの発生なんです。 この規模のフレアでもご覧のように地球から見えない反対側太陽の裏側で起きれば余波はあっても深刻な影響とまではいかないと思いますしかしもし地球から見た太陽のこちら側正面で発生したら大変ですフレアが放出する放射線電気を帯びた粒子そして噴出する太陽物質がまともに地球の方向にやってきます直撃してきます 先ほど説明したようなことが起きる恐れが極めて大きいんですねで、総務省の有識者会議が先ご頃大規模な太陽フレアが社会にもたらす被害の想定について報告書をまとめましたこんな感じのものなんですけども、えー、こう手元このサ,サブタイトルのところちょっと見てほしいんですが文明進化型の災害に対応した安全安心な社会経済の実現に向けてと えー、書かれているんですこれ報告書は100ページを超えるボリュームがあるんですけども、えー、この中でもめったにないけれどもリスクは常にある、えー、大規模な太陽フレアによってどんなことが起こるのかというのをまとめた図がありました。でそれをちょっとと、ね、出したいと思うんですけども こちらです、えー、真ん中の部分あのちょっと黄色い部分なんですがここは10年から数十年に一度規模のフレアのことを書いてあるんですけども、まあ、これでもです、ね、現代社会の影響は大きいんですけども左上の赤い楕円の部分ここ数百年から1000年に1回急の大規模フレアによる極端な宇宙天気現象で何が起こるかの過剰書きの部分ここなんですここに危機感が現れています。ちょっと詳しく見ていきますが 地球の磁気や電離層に大きな影響が出るために通信インフラ全般に障害が発生して携帯電話やデータの通信テレビ放送などが全面的あるいは断続的に利用できなくなる恐れがあること最も身近な通信機器である携帯電話が断続的に利用できなくなることそれから GPS 衛星がダメージを受けることで カーナビゲーションや自動運転の精度が落ちて事故,や発事故やが発生するリスクが高まること現代社会をバックグラウンドで支えている多くの人工衛星が故障したり失われること、まあ、これによって例えば気象衛星の観測や通信衛星が使えなくなる恐れがあること航空機の飛行や船舶の運航に大きな支障が考えられ運航が困難になってしまうこと。 さらに送電線などに高電圧のパルスが発生して電力設備が誤作動でシャットダウン大規模な停電が起きることなど実に広範囲に障害が発生することが挙げられています。 でフレアの影響としまして実は今年の2月にです、ね、アメリカのスペース X 社が打ち上げて運用軌道に乗る前の低い軌道に大気軌道にいた通信衛星のスターリンク衛星なんですけどこれが磁気、ね、嵐の影響で密度が増した空気抵抗で高,気あの高度が下がって40機も大気圏に再突入して燃え尽きてしまうという事態も起きているんです。で有識者会議の報告書では 大規模なフレアに伴ってどのようなことが考えられるのかに加えてその対策として電離層の乱れに強い緊急用の,あの無線ではなく有線,の有線の通信を整備したりです、ね、何より太陽活動の関心と見通しに基づく予報そしてフレアが発生したときに電力や通信関係そして産業界さらには国民にです、ね、いち早い警報を出すシステムの整備の重要性などについて提言をしています。 また、民間に宇宙天気予報士という資格を作って、太陽に関するデータの読み取れる人材を増やして、フレアに備えることも提言しているのが特徴なんです。で今、太陽活動は上昇基調にあるんです。フレアの発生とも相関関係のある黒点の数で見る太陽活動は、11年ほどの周期で上昇と下降を繰り返してきました。 で前回の活動のピークは2014年で2019年の暮れに底を打って現在、黒点の数などが増えつつあります現在上昇中の第25太陽活動周期は2025年ごろにその活動のピーク、極大を迎える見込みなんですね。 もちろん、まあ、今回の極大でそれがすぐに破局的な大フレアにも結びつくというわけではありませんけどもただフレアそのものののも発生頻度や確率はは高い時期を迎えるのは間違いありませんで宇宙天気についての研究と対応が先行している欧米を追う日本なんですけども、えー、数百年や千年に一度のこの巨大フレアで数百年から千年に一度というと日本列島を襲ってくるあの巨大地震と同じような、えー 感覚頻度とも言えるわけなんですねえこうした災害もう想定外は許されないと言えるでしょう天田万翔でした最後までご覧いただきましてありがとうございますテレビ東京の経済ニュース経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてくださいどうぞよろしくお願いいたします